おっす、日健くんです。今年1年ありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。まあね、本当に何、今年1年は、まあ、俺らの中ではバズったね。そうだね、かなり、うん、だって300人、うん、500人もおらんかったじゃん。いなかった、いなかった、うん、で、まあいろんなこう、まあ、ブレイキングダウンをきっかけに、ね、うん、いきなり3000人、おすげえじゃんみたいな、うんうん、俺だってインスタとかツイッターの通知鳴りやまんかって、はいはいはい、ずっと朝から晩まで次の日までずっとなっとって、うんうん、で YouTube もね、あの今年1年終わる前に、うん、なんとかこう1万人登録、ね、無事いったということで、まあ目標達成と。ありがとうございました、本当に。ありがとうございました、本当ね。まあ俺ら3人ね、本当3人で1つってやつだね。うん、せやね、うん、本当に倒れるかな。まあこれ年末だもんな。これ年末だ。そうだ締めの動画だからね。そうそう、うん、まあ、まあ来年の目標、うん、まあ来年の目標、目標というか、うん、まあ成し遂げる、絶対これはやるっていうのは、うん、まあ、10万人。いや、来年の目標さっき言ったから。まあ、そっか。今年どんな1年だ。まあ、今年の1年は本当にだから、なんかこう、YouTube にこう全振りしたというか、はい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 、はい、まあ、YouTube のためにこう、なんか人付き合いだったりとか、うんうんうん、まあ、お金の使い方だったり、うん、まあ、なんか得るにはなんか失うっていうね、うん、まあ、それも仕方ないことなんだけど、うん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 、まあ、でも本当になんか、まあ、苦しくも、まあ、楽しいが勝ったかな。そうね、しんどいのもあったけど、うんうん、まあまあなんだかんだいい1年だったかなって、はいはいはい、感じっすね。僕は、うぬは、俺はね、うん、要はね、うん、やっぱりこう、まあ編集が大変だったなっていう、うんうんうん、企画考えたりとか、まあだけど、そ、今までって、うん、編集がこう大変なだけで、うん、評価されたりすることがなかったから。あ、そうだね、まあ、そうそうそう、かなり来たね、今年は。なんかこう、俺が編集して動画上げて、うん、で、俺らのグループラインで、うん、あ、お前の動画めっちゃ面白かったよ、みたいな、うん、あ、そう、傷の舐め合いというか、ね、そうそうそう、だったけど、はいはいはい、まあ、今年はね、やっぱり日健くんがかっこいい、面白かった、うんうん、っていうコメントもしかり、うん、あと、まあ編集が面白いとかって言ってくれるね、うんうんうん、コメントとかも非常に多くいただいて、まあ俺としてもやっぱりこうすごいモチベーションの上がる、うんうん、いい1年だったなっていう、うん、はい、そんな感じです。本当にありがとうございました、ね、はい、ありがとうございました。やすくんは同じですね。同じですか。はい、日健くんがブレイキングダウンでバズってくれたおかげで、うん、一発目の飯田さんとの動画、うんうん、の時に、まあ、初めてめっちゃ伸びて、うんうんうん、その時にもやっぱ編集褒めてもらって、うん、だってあれ面白かった、ね、今までやっててよかったなって感じよ ね。入場曲が使えんもんで、飯田さんの入場曲いじってたよね。あれはマジ面白かった。なんかコメントでも書かれとったじゃん、ね、あと白花光さんの右折だか左折、華麗な左折、そう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 、ああいうちょっとしたボケとか編集に対して突っ込んできてくれるコメントはやっぱり嬉しいですよね。そうね、なんか本当こうなかなか多分ね、編集を褒められるっていう YouTuber はなかなかいないんじゃないかなって。そうね、ね、うん、嬉しいですね。嬉しいね。まあ今後もね、こう、まあ、編集込みで俺らのチャンネルをね、はい、来年も見ていただければなと。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあてな感じで、はい、では2023年の日健くんチャンネルもどうぞ皆さんお楽しみに。あ、次が23か。そう、そうか、はい、はい、じゃあ今年1年ありがとうございました。ありがとうございました。良いお年を。良いお年を。では2023年へ、はい、せーの。あっち行くんだけど、そうだ、あっち行くだけなんだけど。